田村敦史、金プリ長瀬恋愛だったい平野仕様に対する応援姿勢に波紋。田村敦史、お笑いコンビロンドンブーツ1号2号の一員で、日本の芸能界において、その意見を率直に表明するスタイルで知られています。彼は2023年10月22日に X、旧ツイッター、ジョーでキング。 リンチェから脱退した平野紫耀を含む3人のメンバーが新たなグループ運営ナンバー I 結成したことに対して否定的な反応があることを明かしましたタップこの出来事を通じて死活やファンの応援スタイルについての議論が巻き起こりましたキングリンチェからの脱退と新たなグループ結成結成キング リンチェはジャニーズ事務所から誕生した人気アイドルグループでそのメンバーたちがファンから熱烈な支持を受けています。います。しかし、2023年10月15日、キング、リンチェのメンバーである平野市洋人宮寺ゆうた岸ゆうタが滝沢、秀明さんが設立した事務所と、べえ、とべ、合流し新たなグループンうんナンバー、愛、結成を発表しましたた。 この決定はファンにとって意外な出来事で多くの人々がその対応に注目しました。田村敦史の反応。田村敦史はキング・リンチェのファンクラブに入っている娘がいることを公言し彼女が器のキング・オブ・プリンスへののゴサ平野氏用のファンであることを明かしましたマッッ平野した。が新しいグループに移籍した後、敦史さんは娘にどうしたいの と尋ねました。娘は、変わらず、こっちも応援するし、こっちも応援する。両方応援するのが私のスタイル、と答えたことを明かしました。これは、アイドルグループのメンバーが異なるプロジェクトで活動する場合に対する一般的な反の姿勢であり、厚志さんの娘は、両方のアーティストを応援する立場をとっていました。波紋の発生。 この出来事は、厚志さんの出演した、ワイドナショー、フジテレビ系、でも話題となりました。厚志さんは、自身の娘の姿勢を支持し、金プリの長瀬恋くんもナンバー、愛の平野紫耀くんも、どちらも好きだから、どちらも応援するスタイル。とうちの娘は言ってたました。とテレビでコメントしたんだけど、と述べ、否定的な反応があったことに驚きを表明しました。 一部の人々は、厚志さんのコメントをめぐって批判的な意見を表明し、田村厚志ービー、とべ、より、中立てずらすんな、との指摘がありました。しかし、厚志さんは、この批判に対し、自身が中立であることを強調し、反活動や応援スタイルは個人の選択であるべきだと主張しました。死活とは死活。 とはアイドルや芸能人のファンが彼らを応援し支えるための活動を指します。これは、ライブコンサートへの参加、CD の購入、ファンクラブへの入会など様々な形で行われます。ファンは自分の、しお気に入りのメンバーをサポートし、応援することが一般的です。 一方で、メンバーが異なるプロジェクトに参加する場合、ファンはどのようなスタンスを取るべきかについての意見は分かれています。田村厚氏のスタンス。田村厚氏は、死活なんて人それぞれのスタイルで良いだろうに、と述べており、ファン活動のスタイルは個人の自由であるべきだとの立場を取っています。 彼はファンがどちらかに偏るのではなく、複数のアーティストやメンバーを応援することができると主張しました。彼はまた他の人々に対しても自身のスタンスを尊重し、中立的な立場を保つように促しました。田村敦氏のコメントをめぐる議論は、 アイドルグループのメンバーが新しいプロジェクトに参加する際に、ファンがどのように応援するべきかについての考察を呼び起こしました。厚志さんの姿勢は、ファン活動に対する個人の自由と柔軟性を強調するものであり、異なるグループやメンバーを支持することができるというメッセージを発信しました。ファンの間での対立はあるものの、それぞれの応援スタイルを尊重し、 互いに理解を深めることが重要であることを示唆しています。